はい、ということで今回は新型エクストレイルオーナーズレポとしまして比較企画やっていきたいと思います。前回もですね CX60 と内外装そして走行フィール、ここはご紹介して比較をしたんですけども、今日はですねワインディングに2台を持ち込みました。ということで趣味性強い内容にはなりますけども、今日はですねガンガン走らせてどういった走りの違いがあるのか、これをですね私もちょっと興味がありますので、ここでテストをしてみたいと思います。というわけで改めてエクストレイルに関しては、こちらは4輪駆動電動四駆になっていますけども、 G の E-Force っていうグレードになります。一方で CX60 こちらに関してはクロスティーハイブリッドのプレミアムスポーツっていうグレードになってます。まあ、全くキャラクターは違うんですけども、結構ね走りいいんですよ。なので今日はですね2台比較してみようと思います。さあというわけでまず走り始めましたのは新型エクストレイルの G グレード E-Force。 エンジンに関しては144馬力の 250Nm で、モーター、フロントが204馬力の 330Nm、リアが136馬力の 195Nm となってます。かなりビッグパワー、ビッグトルクになってますけども、さあ、その走りどうかというところです。まあ、そもそもシステム構成は新しい E パワーですね。これが組み合わさっていまして、さらに電動四駆 E フォースっていう技術が入ってますけども、緻密にモーターを制御することによって、より旋回しやすくなるっていう、そういったメカニズムが導入されています。じゃあせっかくですから、ドライブモード、これはエコじゃなくてスポーツ、これでいきたいと思います。一気にレスポンスが良くなりまして、これでエンジンをこう積極的に回してですね発電をさせて出力をしっかり出すっていう、そういった制御に変更されます。ステアリングの重さに関しては、これ今オートです。エコスポーツ、そんなに大して変わってる感じないなというところです。ただパワー特性が結構変わってるかなと思います。じゃあですねちょっと無言になるシーンもあるかと思いますけども、今日はこのエクストレイルそして CX60 の走りを皆さん見てほしいなと思います。じゃあちょっとペースを上げていきます。ストレイル、これやっぱね普通の道で走ってる印象と基本変わんないところは、こういうワインディング走っても非常に滑らか、なんか全て機械がやってくれてる感じがあります。まあもちろん当然なんですけども、 CX60 とこれ大きく乗り味多分違いますね。こっちはもうモーター制御とか電子制御で車を結構曲げてる感じが強いですね。でなおかつスムースな動き、めちゃくちゃスムース。ちょっとこの辺も切り返し続きます。うわすごい、あすごい、おーいいね。あの一発目の初期操舵の応答性がめちゃくちゃ高いです。こことかも切った瞬間に頭が入っていく。うわーめちゃくちゃスムース。ちょっとパワー感も見ておきましょうか。速度落として全開いきます。今スポーツモードです。エンジンは止まってますけどもかけときます。せーの、はい、十分なパワー出てますよ。いいね。でももうちょっとスポーツモードだったら最初のレスポンスは欲しいかなっていうのが結構欲張りな意見ですけども、ここ立ち上がりでアクセルポンと踏むと、その発電するためにエンジンの回転数を上げるまでの若干のラグがありますね。ここちょっとレスポンス
まいちに感じますけども、本当にそれくらい車めちゃくちゃスムースだし、ハンドリングもかなりシャープ。あ、これはね、ワインディングかなり気持ちよく流せます。え、これ車重 1.9 トンにも迫るほど結構重たいと思います。でもその感触が全くない、すごいこう軽快な動き見せてくれますよ。こことかも、あ、しかもリアモーターで後ろもちゃんと曲げてる、駆動入ってる。すっごい安心感ありますし、機械で車を曲げてる感触がめちゃくちゃある。これフルハイブリッドですけども、基本はやっぱエンジンですからね。まあ、ただ日産の場合はシリーズ方式のハイブリッドで、そこはもう 100% 電動ドライブやってますけども、いや滑らかでレスポンスいいし、ちょっと大絶賛してますけども、これぜひオーナーさんワインディング走ってみてください。一般道の感動レベルをさらにワインディングに来ると引き上げてくれますね。うわ、踏んだら曲がる。これくらいだったらパワーアンダー出ませんね。というか基本的にホイールスピンはね、この駆動力があればしないかなと思いますね。うわ、めっちゃ曲がる。すげー。今アクセル踏んでですね、通常のFF の SUV とか、それこそ私以前にラブ4とか NX 持ってましたよね。あれは FF ベースの四駆なんですよね。通常のプロペラシャフトを介してリアにも駆動を伝えるタイプ。でもあれ FF ベースですから、結構ね、踏んだらアンダーが出るんですよ。ホイールスピンこそしないですけども、フロント駆動が結構強くて、で、操舵もしてますから、タイヤのキャパをすぐに超えちゃって、で、曲がってくれない。だから結局アクセルを緩めることになるんですけども、これは違いますよね。考え方がそもそも違くて、100-100とか50-100とか、その0-100-100-0っていう概念じゃないんです、モーター駆動なので。なのでアクセルを踏んだらちゃんとリアにも最大トルクがかかってグッと加速をしてくれる。そこでより車をこう内側に曲げてくれますし、フロントだけに頼ってないのでパワーアンダーが出ないっていう、ちょっとそれに感動しております。さあ今度下り行ってみましょう。これ下りはやっぱ E ペダル欲しいですね。行きしは入れてなかったんですけども、 E ペダルをオンにしたいと思います。はい、 E ペダル入りました。あれ、さっき入ってたかな、すいません、ちょっと確認しませんけども、 E ペダルステープ、これをオンにするとワンペダルでほぼ走れるようになります。ただちょっと減速感薄いかな。これは合わせてドライブモード B にも入れてみましょう。これでマックス回生力が出る状態ですけども、さすがにちょっと足りない。なので自分で今フットブレーキを踏んでます。ちょっと待って、これエクストレイルやべえわ。これやばい、マジで。スポーツカーとまでは言いません。ロールしますし、ハイトも高いし、車重も重いけれども、それをカバーする E フォースであり、 E パワー、まあ、特に E パワーに関してはバッテリーが床下に入ってて、そのシェルがかなり硬いので、その内蔵揺れみたいなものがないわけですよね。まあ、それらが全て一体となって、このハンドリングであったり、ものすごいこうたくましい骨太な走りを出してくれてるわけで、ロール感とかね、そんなに気になるものではありませんよ。むしろ足よく動いてるし、嫌味のないこのストローク感。うわー、すげー曲がる。これハンコックのベンタス S1 エボ3っていう SUV 専用タイヤかと思います。これのグリップもですね、結構しっかりしてる。ブロック剛性かなり出てます。なのでステアリングをクッと切り込んでいっても、そこのタイヤのよれ感っていうのはあんまりないです。
完全にないわけではないけども、でも全然この元々持ってるエクストレイルの骨太なパッケージングに全然負けてないどころか、グリップ感もちゃんと出てるし、キャパ超えしてる感じがないんですよね。これ結構私今攻めてますからね。やべえな、これはね、500万ちょっとで買えるって考えたら、走り味はね、いや700万それくらいの価値あるかもしれませんね。大絶賛してるでしょ。本当に嘘じゃないです。別にこれ案件でも何でもないですからね。日産の案件でもないので、別に言いたいことあれば全部言いますから。いやでも本当にとにかくよく曲がるし、あと、あーまあここのね、全開というか思いっきり負荷をかけるシーンはもうちょっとスポーツモードだったらっていうところはありますけども、本当ネガはそれくらい、それ以外で気になる部分ない。むしろこれだけアクセル踏んでるのにエンジンのうなり感ないし、これは他には真似できないフルハイブリッドですね。でも E ペダルのこの減速感はもうちょっと強くしてほしいし、あとアクセルを踏んだ瞬間じゃない、離した瞬間にもっとパッと減速してほしいですね。これ言葉で言うとですね、今踏んでます、離した減速って感じでちょっと一呼吸あるんです。これはちょっと気になります。ワンペダルで完全に走らせることは無理だとしても、ここの減速レスポンスはこの制御でもう少し変えていけるんじゃないかなと思いますので、特にスポーツモードだったらそういう味付けはなんかもっとやってほしいかなとは思います。さあ前回早いしいいですね。やっぱこの第2世代の E パワー、本当エンジンのうなり感がほぼこうね聞こえてこないような、意外と回転数は上げきってない感触がある。もともと持ってるこの静音性の高さっていう部分もありますが、その制御がうまいとか、また今回ね圧縮比を可変するエンジンね、8から14までバリアブルに変化をさせるっていう、そういったメカニズム VC ターボを、まあ、量産モデル E パワーとしては初めてこのエクストレイルに乗せてきました。このフィーリング本当素晴らしいですね。そこも含めてですね、こう余計なノイズがこう手に乗っかってこないというか、今日やばい、ずっと喋ってる、ちょっと黙ります。エクストレイルワインディングガンガン走らしたのこれが初めてです。今日改めて日産の技術の高さというか、エクストレイルのポテンシャルというか、そういうものを今身に染みて感じてます。すげえこの車。さあ乗り換えました。こちらはマツダ CX60 クロス T ハイブリッドのプレミアムスポーツでございます。で、組み合わさっていますのは直力 3.3 リッターのシングルのターボが搭載されているディーゼルユニット、そこに 48V で駆動するマイルドハイブリッド、これが入っています。さあというわけで走り始めましたけども、これもですねドライブモード、ミードライブがありまして、これスポーツに変更しておきます。こっちはですねステアリングの重さが明らかに変わります。グッとトルクがかかったような、まあ、若干こうアシスト力が落ちる感じで手応えが増しますけども、さらにパワーユニットの特性もスポーツ方向に振られると、トランスミッションの制御も合わせて変わってると思いますけども、じゃあ実際に走っていきましょう。こちらも同様にですねある程度こうペースを乗せたら一瞬無言になるかもしれませんけども、走っていきます。全然違いますね。あのパワーユニットのフィーリングもそうですし、
あとはパッケージングの面でも結構印象が違ってます。何からご紹介しようかな。まずパワートレインの構成としては、これはもう直力ディーゼル主体のユニットになってますので、なので非常にこうダイレクトな走りがある。それがですね CX-60 の良さというか、まあ、もちろんこの6気筒の吹き上がりの良さ、しかもこのトルクフルな、かつこうレスポンスいいっていうね、そういった印象はかなりあるんですけども、でもエクストレールと違ってこの音で楽しんでる感じもありますね。この感じ、うわーってこの吠えてる感じはもうエクストレールには一切なくて、向こうはどちらかというと静かなまま、ほんとチーターのようにさーっと行くっていう印象でしたけども、これはもう獰猛な獣感がかなりあります。なのでそこがね楽しいというか、この60を走らせていて気持ちいいなと思うポイントなんです。まあどっちも動力性能は十分ありますからね。そういう意味では音はまず全然違ってます。でハンドリングもですね、これも滑らかではありますけども、ただ向こうはやっぱほんと電子制御でグイグイと曲げていってくれてる感じがあります。あとホイールベース多分こっちの方が長いですよね。ですので若干こう緩い乗り味があるというか、こう切っていってリニアに曲がっていくし、車体の応答性は悪くはないですけども、向こうの方がこのゴーとして動いている感じがある。あとこの足回りも結構ですね上下方向にバウンシングの動きが目立って出ますね。でも気持ちいい。しかもこれも踏んでいけば曲がっていくっていうね、これこそがやっぱ FR ベースの四駆なんです。踏めば曲がる、いいねこれ気持ちいい。やっぱ踏んで曲げられる SUV ってめちゃくちゃ希少ですよ。直力のディーゼル乗ってるだけでも希少ですけども、これだけ気持ちいいこのハンドリング、あとターンアウトのこの動き、この動きを作れる SUV はめちゃくちゃレア。でも重い、これなんでしょうね、やっぱりこのディーゼルユニットが重いのかな。特にこう前回りだけに重さが結構加わってて、なので後ろがですね結構引っ張られてるというか、ちゃんとこの操舵落とせ出してますので、頭の入りはいいんですけども、エクストレイルに比べると前後のバランスが良くない、まあ、それはもう構成として良くないというか仕方ないんだと思いますけども、そう思うとエクストレイルの乗り味はあれはあれで本当に素晴らしい。一体感があるのは向こうかなって思ったりもしますけども、あすげえ、今ね一瞬こうタイヤがスリップしたんですけども、これなんとリアタイヤがスリップしますからね、リアの左の内側これがスリップしますから、いかにリアに駆動配分を持っていってるかがよくわかります。ここも踏む、すげえもうちょっとインマキしそうになるくらい結構ね内側に入っていきますけども、いやこれよく曲がる SUV っていうのは両者同じですよ。すげえ曲がる、うん。でもやっぱでかさとホイールベースの長さ、それによって若干この前後バランスはっていうところは気になります。しかし直力ディーゼルいいね。やっぱ私ね正直ほんとコーツつけがたいんですよね。それは剛性感だけで言ったらエクストレイルが高いですけども、この音で楽しめる感じがねいいというか、パドルがありますけども、これで回転数上げて吠えさせましょう。これですよ、このしかもトルコンレスの発足 AT が組み合わさってますけども、
踏んだ時のこのダイレクトな感じ、いやちょっとホットに走りたくなるっていうね。いや音も含めてスポーティーなのは間違いなく60ですよ。さあ今度下りですね。これはですねちょっと怖いかも。車重がですねこれは 1.9 トンを優に超えてますので、若干重いのと幅があるのと、あと乗り味がエクストレイに比べるとゆったりしますので、操作した後ちゃんと曲がるんですけども、なんかこの切っていく瞬間の不安感はね、なんとも言えないなぁ。初期の入力をかけた時の足のレスポンスはやっぱエクストレイルの方がいいですね。タイヤのグリップも向こうの方がグリップはしてるかもしれない。すごいこう路面に食いついてる感触がある。こっちはちょっとバウンシングしすぎな感じなのと、初期の動きに対してこうパキッとねだが効いてくれない感じ、曲がっていくんだけども、その最初の切り始めた瞬間の動きがちょっと緩いっていう印象が正直ありますね。でもよく曲がる、よく曲がるんです。それは本当に間違いない。しかも踏んで曲げられる SUV っていう、いやーもう冬になりかけてますけども汗出そうですもん。めちゃくちゃ楽しいねこれ。エクストレイルも CX60 も両者楽しい。かなりこうエンターテイナーな SUV であることは間違いないです。あでもブレーキの感触はこっちの方がいいかな。エクストレイルは基本こう E ペダルで走ってまして、で回生が、まあ、もちろん先にこう働くわけですよね。でその先の領域で減速力が欲しい時にブレーキ圧をかけていくとですね、なんかこう板のような感触があって、踏んでる量に対して減速度が思ったように出ない。ただこれは回線入ってますけども、基本はですね通常のこう摩擦ブレーキにも頼ってると思いますので、非常にこう自然なタッチ、しかも結構キャパが懐が広いというか安心できる、そういったブレーキタッチになってまして、ここは私60の方が好きですね。さあじゃあ速度落としてアクセル全開いきます。せーの、速い。やっぱ両者速いね。60はねこのけたたましい、もう勇ましいサウンドとともにこうダイレクトに加速をしていく感じが、これが特徴的ですね。ブレーキ本当かなり安心感ある。これだけ重たい車重なのに日常的な走行シーンである程度負荷をかけてる中でもちゃんとしっかりとストッピングパワー出てるっていうね。結構今いいペースで走らせてますし、下りもガンガン攻めましたので、ブレーキ下手るとまだ言いませんけども、ストローク感が変わってくる SUV 多いです。それこそレクサスの NX350 でも若干変わっていたと記憶しています。もうラブフォーなんか全然ダメでしたね。でも60はね大丈夫、まあ、それこそサーキット走らせても走った後のフィーリングも変わんないですから、これね意外とブレーキいいかもしれませんね。なんかキャリパーもよく考えたらこう内側についてたりとか、重心庫考えてあったり、なんかそういう部分を含めて走るマツダだなと思いました。さあということで今回は2台比較企画としまして、エクストレイルベースで CX60 とワインディングのインプレッション、これをお届けしてきました。まあ、それぞれ毎月ですね自分の買った車ですから、オーナーズレポという企画で愛車のレポートをお届けしております。まあ、他にも様々な車ありますので、ぜひ興味のある動画見てほしいなと思います。そして今年はなんとかグッドカーライフ10万人生かそうとめちゃくちゃ頑張ってますので、ぜひ動画がいいなと思った方はポチッとよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。